さて、毎週水曜日は気になるお店を紹介する特集のコーナーです。半田愛がお伝えしておりますが、テーマも愛、あら偶然ということで、そんないい響き愛にちなんだお店を今回は松本ゆりかさんがリポートしてきてくれました。それではどうぞ。今回の特集はテーマが愛ということで、台東区浅草にやってきました。浅草といえば観光地としていろいろね有名ですけども、何に愛があるんですかね。あ、待ってください、これじゃないですか。だって着物があって、浅草愛和服。東京メトロ銀座線浅草駅から徒歩4分、隅田川とほぼ平行に伸びる江戸通りに店を構える浅草愛和服。どんなお店なんですかね。こんにちは。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こちらは、はい、どういったお店なんですか。こちら海外様向けに、はい、着物のレンタルさせていただいてます。浅草愛和服は国内外の観光客向けに着物のレンタルを行っている着物レンタルの専門店。去年4月のオープンにもかかわらず、台湾や香港の方を中心に1ヶ月でおよそ1000人もの観光客が訪れているそうです。何種類ぐらいあるんですか。そうですね、だいたい300着ぐらいですかね。300もあるんですね。はい、日本の四季に合わせた色や柄の着物がおよそ300着、さらに夏には浴衣のレンタルも行っているそうです。そして着物や浴衣以外にも帯、長襦袢、着物用のカバン、草履、足袋まで必要なものは全て借りることができるんです。全部揃っておりますので、補正もさせていただきます。だからまあ手ぶらで来ていただいて大丈夫ですのでね。今日今からでも私もできますか。大丈夫ですよ、どうぞ来ていただいて、うちも助かります。はい、ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします。というわけで早速着物を着させていただくことに。ポンポンがいっぱいね。どうぞ。すみません、撮影入ります。お願いします。はい、どうぞ、こちらから選んでください。いや、こんなにたくさんあったらちょっと自分じゃ選ぶの大変ですよね。好きな色とかは？ピンク。ピンク。赤。赤。浅草愛和服では初めて着物を着るという方や迷って選べないという方でも、スタッフが好みや希望に合わせて似合うものを選んでくれます。こんな感じ。うわー、こういうから着たことなかったです。おー、じゃあぜひぜひ冒険してください。冒険、じゃあ冒険で、うん、冒険でいいですよ。はい、もうせっかく浅草来てくださったんだから絶対冒険してください。はい、じゃあこちらでいいですか。はい、わかりました。お決まりです。着物が決まったら早速専門のスタッフに着付けをしてもらい、髪もセットしてもらいます。ちょっとボリューム変身ですよね、これ本当に、うん、いいでしょ、楽しい。どんどん変わっていく感じになったり、そうなりますね。浅草愛和服ではベテランの着付け師が5人と美容師2人が常時対応しています。スピードがあって綺麗にできて、で皆さんお戻りになっても着崩れがなしで戻ってきてくださいますのでね、その点は正直で自慢できます。はい、そしてついに、はい、え、かわいい。嬉しい、ありがとうございます。出来上がりですね。はい、色とりどりで華やかな花柄の着物、風光明媚な和を感じさせます。いかがですか。最高です。よかったよかった。幸せ。じゃあこれでお出かけしていただいてと、はい、いうことで、ゆっくりしてきてくださいね。はい、来店からおよそ1時間で着付け、ヘアスタイルのセットまで完成してしまいました。しかもこれでお一人様なんと3800円なんです。そのお手頃なお値段の訳は、はい、
世界の方にこういう日本の文化である着物を、まあ、民族衣装ですのでね、知っていただきたい、体験していただきたい、そういうような気持ちからですね。価格を抑えることで若い方や海外の方でも気軽に着物を体験することができ、そのことで着物の魅力をたくさんの人に知ってもらうためなんですね。もう日本人として日本の、ね、着物をもう愛してほしいし、そこには誰よりも着物を愛する店長の着物への愛がありました。本当に素敵なお店だなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。またぜひ、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、海外の方は喜ばれますよね。また私たちもね、着物愛ですよね。あの、着付けていただいて歩くといつものね、浅草の街も違った風景に見えるかもしれません。